いかなにいかいまなひら。ウクレレの演奏のレッスンの教室をやっております。ここを出すっていうのは結構経費がかさむというか、それをもう少しこう安くできるものないかなと思ってたのは確かですよね。だからエクスプレスってこう闇雲に見てもらうって形でもないので、まあ、そういう点でも、いいんじゃないかなと思いますね。そうですね、一番初めの本当に初期設定っていう意味ではこんなにすぐ終わっちゃうんだっていうのが第一印象ですよね。植木屋さんっていうのはテンポがなくてもできるので、その分どこに植木屋さんってあるのっていう思う方がいっぱいいると思うんですよ。でそういう人たちに対してここにあるんですよっていうのをアピールできるすごい重要な場だと思いますね。仙台市国分町で料理学校をやっています。国分町ってこうビルがいっぱいあるので意外と皆さん迷われるので、マップにちゃんとこう地図があってやっぱ安心してきてくださるっていうのがあります。ホームページのヒット数がものすごく増えたんですね。新しく申し込んでくださる生徒さんが非常に最近増えています。一から始めるお店でこの入り組んだ場所で誰も知らないとなると、ビラを配ってやる方法も確かにあるんですが、インターネットだと欲しい人が自分で入力してそこにたどり着くという、ちゃんと使えるいいツールだなというのは間違いはない。